大震東株式会社は、東京都渋谷区に本社を置く自動車の運転業務、運行管理業務及び各種施設管理業務のアウトソーシングサービス、乗り合いバス、貸切バス事業を営む企業、シダックスの子会社である、地方自治体から運行委託を受け、コミュニティバスや自治体バスの運行業務も行っている。デベロッパーと契約し、大規模分譲マンションの居住者用送迎バスも、 運行している。同和工業型紙鉄道の廃止が持ち上がった際に観光鉄道としての引き継ぎを検討していた。また、呉市交通局が広島電鉄に事業上とするまで一部路線を自宅運行していたことがある。出店は公式サイト営業所一覧。旅客運送事業以外の営業所についてはリンクを参照。 営業所に入る路線バス金1.02は2004年4月1日、金03は2014年10月1日運行開始。京急本線金沢文庫駅と日本総合辞書の大規模マンション、レイディアントシティ横浜ルグランブルーを結ぶ住民向けの路線であるが、一般客も利用可能である。金沢文庫駅西口から白百合幼稚園前館は道路事情により、 オ路ロと袋で、途中の経路が異なっていたが、平成28年11月より、金沢文庫駅西口バスターミナルに乗り入れることとなり、往復とも同一道路を通るようになった、道区間は、金1.02はノンストップであるが、近03が停車する赤坂バス停は、金沢文庫病院前変更となった、運行時間帯が幅広く、朝は5時過ぎから夜は24時過ぎまで、さらに、 朝は5分間隔、日中は15分間隔など、本数も比較的多い。なお、深夜バスの割増料金設定などは一切なく、運賃は終日おとの180円、小に9 0円である。この運賃は近隣の距離別運賃に合わせたものである。パスモについては参入予定の意思があったが、見送りとなっている。動線専用の定期券。 回数券を発売している。車両については、イスズ自動車の大型路線、バスエルが、中型路線バスエルガミオが投入されているが、路線の距離が3トルと短いため、10台に満たないほどの台数しか保有していない。また、大型路線バスは、ノンステップバスが在籍している。広江交通バス等が運行する高速路線バス、ブルーライナーのブランド名で運行。 トイレなし4列、シートハイデッカー車が使用される。大振動としては、初の4条コミュニティバスになる。日の、ポンチョ及びトヨタハイエースのコミューターが使用される。ポンチョは、レーディアントシティ営業所と同様のカラーリングに、君津市のキャラクター、君ぴょんのラッピングがされている。北海道、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、広島県の6カ所に、 貸切バス拠点を設けている。2016年にはインバウンド需要の高まりを受け、新たに福岡県大阪府に営業所を開設した。全社ヒュンダイユニバースで統一されている福岡営業所を除き、日の自動車制が中心。ありがとうございます。